for your patronage. 今から利用するんだけどね。はい、こんにちは、ブルーフォースです。ということでね、まあ、せっかく見に来てくださった方からね、そのまま行かないで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから、このチャンネル、この登録画をね、見るのやめるって言っても、まあ、遅くないんじゃないかなと思うんでね、ぜひね、グッドボタンね、押してください。あ、チャンネル登録ボタンも押してください。ということで、早速なんですけど、まあ、まずはちょっと、ね、いきなりね、こんな、なんか、作業みたいなところから始まります。が、が、が。まあ、とりあえず、マグナムをスプレンドボッコにできるくらい最強にしていきたいなというふうに思いますので、これでもう多分お金、あ、余裕だったね。よし。OK。装填速度もマックス。これで全部いけたっちゅう話ですね。で、まあ、ちょ、こいつらも。Yes, I can see why you'd be interested in that. まあ、もういらないんだけどね。まあ、お金も余ったっちゅうことだから。そうそう、こいつがなんかね、なんか最強にできるみたいなのをなんか聞いたんだけど、本当って思ってね。まあそんなことを聞きつつ。Till next we meet. To next week. 来週か、来週はもう12月、あ、もう12月か。よし、これと、これと、OK。Welcome. 作ったのはいいけど、まあ全部のなんかカスタマイズをしなきゃいけないみたいな、確か、ルールがあったと思うので、これで OK。じゃあ戻りましょう。こんなものを買い取りましても、私は武器がありませんので、めっちゃ武器持ってるやん。でもなんかあれだね、武器を特回引っかえするのがなんかお腹が疲れてできないから、もうそんなことやってる場合だったらもう弾を直接投げた方が私早いですね、もしくは握りっぺの方がええですねみたいなね。でさ、まあまあ最近ね、仕事がまあもう来週、再来週かで終わりを迎えるところなんですけどね、まあ、ちょっとね、新しいチャンネルを一応作りました。新しいチャンネルをね、ちょっとね、まあ、作ろうかなというふうに思っておりまして、でまあそれはね、本当にもう自分がまあ心の底からずっとやりたいなと思っていることを形にしていく、まあ、チャンネルにしようかなというふうに思ってます。で、僕、かねてからね、人材育成っていうのもそういう興味があって、壁に当たりますけど、あ、怒っちゃった。ここや。かねてからも人材育成っていうところの興味があって、やっぱり人ってさ、まあ、いろんな目標というか、まあ、まあ、目標っていう、仰々しいね、ものじゃないかもしれないけど、やりたいことってやっぱいっぱいあると思うんですよ。それがその、単なるその、欲望に駆られたもの、こんな美味しいものが食べたいとかさ、女の子にやりたい。おぉ、びっくりした。そうだそうだ、忘れてたよ。忘れてたよ、シンプルに。あ、びっくりした、今。おぉ、ちょっと今ドキッとしてしまったわ。ちょっと、予想だにしてない大きな声を出したことに失礼しました。本当に。申し訳ございませんでした。向こう側にいる？何もいないのに穴だけこうボコボコに開いてるんでね。いや、ビビったわ、今。シンプルに気抜いてたわ。てか、ここまで来れんだったら、しまった。ここに呼んでから前回セーブすればよかったね。忘れてたな、もう。うわぁ、もう。全然落ちにしよう。まあいいや。まあ、後で呼びます。そう。で、もう、ほんと、もうびっくらこいたわ。もう、ビビり散らかしてしまった。恥ずかしい。シンプルに恥ずかしい。そう。Got a long way to go. でね、まあちょっと、もともと人材育成っていうところに興味があって、で、まあ、じゃあなんで育成する必要があるのかっていうと、本来必要ないんですよ。必要ないんだけど、やっぱりね、自分がその、バスケとかみたいな、そのスポーツやったりとか、まあ、それから大学生だった頃とかに思ったんですけど、自分一人でやれることとかっていうの限界があって、ちゃんと教えてくれる人とか、なんかこう、なんていうのかな、犯になる人がいないと、やっぱね、結構ね、無駄になるんですよ。自分で切り分ける人だったらいいんですけど、まあ、僕も含めてね、そんな人って、まあ、正直言って珍しいんですよ。もう、まあ、多分一番にいたら、一人いるかいないかくらいなんじゃないかなって勝手に思い込んでますけど、いえ、自分はそんなことないっすよとかっていうのは動画見てる方がいらっしゃれば、もうそれはもうそれで素晴らしい。もう全然僕が新しくやろうと思ってるチャンネルの方をね、見る必要っていうのは一切ないんだけど、まあ、大半の人はそうじゃないっていうところなんですよね。まあ、僕自身もそうだし、周りで見てる人たちも、やっぱり誰かと何か一緒にやらないと無理ですとか、誰かがやってきたことをまあなぞるようにしていかないと、絶対あんまりできませんわ、みたいな人たちばっかりですね。で、それは、全然、その人が、しょぼいよねとか、間違ってるよねとか、足りないよねとか、なんか、そういうことじゃなくて、それが当たり前なんですよ。むしろね。まだ生きてたのか。ほい、あ、めっちゃダイナミックハグ。
あ、めっちゃ生きてる人っていう。ポンと。で、そういった人たちを、まあ、あの僕自身はじゃあそういった人たちにやりたいことを見つけるとか、その見つけたやりたいことを実現するとかね、うん、とか単純にそのやりたいことはが見つからないけど、あのその来たるべき時に自分のことを鍛えておきたいみたいな人たちとかっていうのをやっぱ助けるっていうことを、まあ、なりわいにしてやっていきたいっていうのが、あの一つ願望としてあるわけなんですね。だからあのそのために、まあ、今回はちょっとあのまずは YouTube っていう媒体を通じてたくさんの人に発信をしてね、でその上で、あの、あ、そこか、でその上で、まあ、個別でもやっぱりあの指導を受けてみたいなっていう人たちがいれば、あのその人たちはあの、まあ、パーソナルセッションっていうところをあの起点にね、いろいろと接点を取って、まあ、ご支援させていただきたいなっていうところになりますね。で、まあ、1月1日から発信ができるように、まあ、今、12月入ったところなんですけど、まあ、ちょっと1ヶ月くらいかけて準備をしてね、どんどんちょっと、動画の方に関しては毎日投稿が確認できるように、Another one? まあ、とりあえずこいつらもね、あの、普段でね、芝居ていきたいなっていうふうに思います。はい。よいしょ。台湾倒した。あれ。あれどこ行った。あれどこ行った。で、まあ、いやあのちょっと簡単な告知だけさせてもらうと、V2H コーチングっていうのをやろうと思って、で V2H コーチングってなんだと思って、あの多分ね、あの調べる方もいるかもしれないですけど、あの絶対出てこないです。あの僕しかやってないんで、僕しかやってないというか僕が。あの命名してるコーチングになるんで、まあ、誰も残念ながらね、V2 コーチングっていうのを調べても多分出てこないと思います。まあまあ僕が発信をすることによってね、あのだんだんとこう知名度が出てきてくれたら嬉しいなっていうことなんですけど、まあ実際はそっちのチャンネルの方で詳しいことを話すんで、まあ、気になる方はね、またチャンネル登録の方をしていただけたらと思うんですけど、まあ、来年の1月からにはなるんですけど、うん、あれ？あ、まだ。あ、ちょ壊せる。まあ要はね、あの人間ってそのやりたいことを明確にすることと、でそれをね、あの目に見える形でずっとあのこう毎日こう なんていうんだろう、ノートとかで目に見える形で置いておくっていうことと、あとはねその達成のために日常で動くっていうことを習慣化させるっていう、この3つが揃ってないといけませんよっていう、それをまあ、 あの僕が言葉に表した時に、その V が2つから始まるものと、まあ、それから H で始まるものっていうのがそれぞれあるというところなんですね。うん、それをね、じゃあどうやって身につけていったらいいかとか、どうやって実践していったらいいかっていうところを、まあ、実際にこうあの YouTube の動画を通して皆さんにお伝えをしていくっていう、そんな内容になっています。まあ、そういったね、まあ、ゲームを見る人と、まあ、そういうコーチングを受ける人とかっていうのは、必ずしもターゲットとして一致しないかなっていうふうに思うんですけど、一応10代から20代の学生さんや社会人の方々と、プラスアルファでそういった方を、まあ、指導している立場だったりとか、まあ、それから、まあ、マネージャーとして部下として抱え、マネージャーとして部下を抱えているような方々、まあ、10代20代30代くらいの部下を抱えている方々にまあ、ヒットするような内容としてお届けしようかなというふうに思ってますんで、まあ、バイオちょっとしながらなので別チャンネルもちょっと宣伝になってしまうんですけど、ぜひ、ね、そこら辺とかそういうチャンネルもやるんだなと、ぜひ、ね、お楽しみにしていただけたらなというふうに、バイオハザードファイナルが今始まる。もういっちゃこれはあれなんだ、タイムアタックしてる人だなっていうのをギリギリまで引きつけて、でできるだけ走る距離っていうのを少なくするみたいな、そんなあれなのかな。あ、こんな風になってたんだ。あ、じゃあ一瞬だったな。違う、僕はねこれが欲しくて、であともう一つが、あとスクラップA、スクラップ、あ、どっちもスクラップ A だったのか。よし、じゃあ戻りましょうかね。戻って、回る。あ、どこでスクラップした。コアが多すぎるんだよね。そこをしかも物理的に壊したら、次に進めるっていうような仕組みっていうね。ウロボロスのところ、時から学習してないよね。ちょっと見えてんだよな。鼻結構高いよね、イーさんって。くるん、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 くるん。僕
計回りでございます。OK。よいしょ。今何分くらい撮ったんだろう。まだでもそんなあれだよね。撮ってないよね。で、ここでなんかの急に説教が始まるんですよ。ほら。She'll start her ceremony with your brothers. 始めるだろうつって。If that happens, it's all over. この村も全て。For your kid. And for the whole village.ローズさえいれば、ローズさえいれば、ローズと見る絶望はさ、ローズのいない希望よりもさ、輝いて見えるんだよ。してたか、小僧。小僧って知って、ハイゼベルって何歳なんだろうな。でも結構なお年を見してらっしゃる気もするんだけどね。I'd like to see you try. あ、でも意外とあれだな。ここまで戻ってきて、で、呼び寄せて、あとちょっとお宝物もゲット。あ、ちょっと待って。パイプ爆弾です。ちじ、装備じゃなくて、ショートカットに入れておきましょう。全部使っちゃったもんね。There's more? うん、まだなんですよね。ごめんね。あ、でももうすぐ終わりだす。ネーション。ネーション。お姉ちゃんが来るんだよね。ここのさ、意外と、あの、トーテムっつうの、ここが取れてるの、これどこのトーテム、あのね、20分の19なんですよ。ああ、めっちゃ来てたわ。20分の19というね、すごい中途半端な、あれ、全然やり込んでないじゃん、前って思われたら、もうまさにその通りでございますっていうね、あの、すいませんっていう感じなんですけど、あ、地雷ゲット、イェーイ。じゃあ、エンジン上手します。じゃあ、テラテンって、エンジン上手。てか、すごいな。ぶら下がるんじゃなくて、あの腕しっかりとアームカールしながらだと、そんなやり方してリーさんってことはもう完全ムッキムキゴリラだよね。これなんで下行った時に地下がそのなんて言ったらいいんだろう、電源が切れてるのかとかってね、なんかそんな演出あったのかな、どっかで何か壊したとかそういうのがあったのかな。まあいいや、ちょっといつか当店も一から全部やるというね、パートもやっていくのがいいのかなと。何読んでんの？ Well then, feel free to peruse. 質問に答えてくれなかった。残念。まあいいや。じゃあとりあえず、調べるで4階まで降りましょう。どうしようかな。4階まで降りていって、でも、まあ時間。どのくらいの時間ちょっとやったかが分かんないからね。あ、今あった。そうか、右なのか左なのか分かってない。めっちゃ笑うやん、爆笑するやん。そんなに面白かった。ありがとう。まあ、そうっすね。まあ、セーブポイントも他にないので、一旦じゃあここで区切りましょうか。はい。まあ、ちょっと次回のパートで、なんだっけ、シュツルムだっけ、プロペラ男を、ボコボコにぶちのめすっていうところまでちょっとやっていきたいなっていうふうに思いますんで、まあ、そこまでいけたらだけどね。まあ、ちょっと寄り道をいろいろしていきますが、まあ、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、お願いします。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。